ウクライナ東部ドネツク州のバフムートの戦況については7月4日にウクライナのマヤル国防次官が、バフムート近郊では頻繁に戦闘が発生していて、状況は流動的で激しく変化していると SNS に投稿していたよね。だが、ロシア側からはバフムート近郊で取り囲むように存在している集落や、南部の地域においてウクライナ軍の攻撃を撃退し、北東部でも進軍しようとするウクライナ軍を抑え込むのに成功したと報告しているなど、情報が錯綜していたぜ。今回はそんなウクライナ東部バフムートの戦況について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。アメリカのシンクタンクである戦争研究所による7月6日のウクライナにおける戦況分析では、ウクライナ軍はバフムート近郊で攻勢に出ていて、その攻撃を成功させているとしたほか、ロシアの軍事ブロガーが、ウクライナ軍がバフムートの南西 7km のクリシェイフ近くにある戦略的に重要な高地を確保したと報告したことを伝えていたが、その裏付けとなる証拠は示されていなかったんだ。しかしここに来て、ウクライナ軍が市街地の包囲網を形成しつつあるとする動画や画像が SNS にて多数公開されており、ウクライナ軍が市街地の南と北から包囲網を形成しつつあることが確認されているほか、市街地の西端にウクライナ軍が到達して市街戦となっているとする可能性が高いことが明らかになっているぜ。バフムートの北側にあるベルヒフカでは、ベルヒフカ貯水湖の南側と鉄道路線に沿ってその間からベルヒフカにウクライナ軍が迫っているもんね。また、バフムートの南側にあるクリシェイフカに迫っているウクライナ軍部隊は、集落の北側にある高台に到達していることが確認されていて、ロシア軍がここに築いていた塹壕による陣地は突破されたものと推定されているな。そして、このバフムート近郊の南北での動きに呼応する形で、バフムート市街地への直接的アプローチにも進展が見られており、バフムートからイワニフスキーを得てコンスタンチノフスカを結ぶ、幹線道路 T504 南側の住宅地付近までウクライナ軍が進軍していることが視覚的に確認されており、この地域ではすでに市街戦となっているものと見られているぜ。バフムートではこれまで昨年以来の激戦が続き、5月には制圧攻撃の主力となっていたロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊が市街地をほぼ制圧したとして、その後ワグネル戦闘部隊は撤退してロシア正規軍と交代していたよ。ウクライナ軍は囚人兵を盾に人海戦術を仕掛けてくるワグネル戦闘部隊には苦戦を強いられてきたものの、士気が低く昨年の部分的動員令によって招集されたネリドの低い予備役が多いとされる。正規軍部隊に交代するタイミングを見計らったかのように攻勢に転じ、バフムート市街地の西側を奪還して南北から包囲する動きを見せているみたい。バフムートはウクライナ東部ドンバス地方ドネツク州における交通の要衝とも言える重要な場所にあり、バフムートからドネツク州西部の主要拠点であるスラビャンスクやクラマトルスクにつながる幹線道路が伸びているため、ドネツク州の完全制圧がプーチン大統領からの必達命令されているロシア軍においては、避けて通れないためにこれまでも空挺部隊などのロシア正規軍の精鋭部隊を配置してきたんだ。しかしながら、昨年夏頃から始まったバフムート攻略戦においては、ロシア軍に甚大な人的損害が出ていることが伝えられており、昨年9月に30万人の予備役を動員してからは通常の徴兵以外に増員の動きがないために、もしロシア軍がバフムートを攻略したとしてもさらにドネツク州の西方に侵攻するゆとりはないとの見方が多かったぜ。そのバフムートにおいてロシア正規軍と共に制圧を目指していたのは、ロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊だったな。ワグネル戦闘部隊はいわゆる傭兵集団で、戦闘員はワグネルとの契約によって戦闘任務についており、ワグネルではこれまでも世界各地において、ロシア政府の影の軍隊といった扱いでアフリカなど世界中の紛争地域に派遣され、ロシア政府が表立って出ることができない場面に活躍してロシア政府に貢献するだけでなく、その地域の利権に深く関わりながら利益を得る活動をしてきたのであるが、その行動の残虐ぶりは有名だよね。昨年の8月頃からバフムート攻撃の主体が次第にワグネル戦闘部隊に変わり始め、
ロシア空軍の空爆支援を受けながら市街地への攻撃が強まり、必死の抵抗を見せるウクライナ軍守備部隊と激しい戦闘となって一進一退の攻防が続いていたよ。2022年から2023年にかけても激戦は続き、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国などが、3月8日、バフムート市街地に南北から強撃をかけていたワグネル戦闘部隊は、バフムート中心部を流れるバフムート下川の東側全域を完全に制圧したとしてワグネルの創設者であるプリゴジン氏が発表したことを受けて、アメリカ政府とイギリス政府は、もしバフムートが陥落しても必ずしもロシアの優勢には繋がらないとし、しばしば劣勢であることを否定し、ウクライナ軍がロシア側に多大な損害を与え続けていると主張したものの、9日に NATO のストルテンベルク事務総長がバフムートは数日以内に陥落する可能性もあるとして、それまでの見解を一転させてバフムートの戦況がウクライナにとって好ましくないものであることを明らかにしたね。また、これまで米欧とロシアとの間で政治的中立的を保ちながら戦況分析報告を行っていた関係各国の独立系ジャーナリストらは、2023年2月頃からのバフムート付近の戦況がウクライナ軍が戦略的に劣勢にあり、以前よりも多大な損害を出しつつあるとするなど、ウクライナがバフムートを放棄するのは時間の問題と見られるようになっていたぜ。4月も終わりに近づくとロシアでは、翌月の対ナチスドイツ戦勝記念日5月9日が近づくにつれて、それまでにバフムートの占領が果たして記念日に大々的に公表できるように攻勢を強化していたし、ロシア側の支配区域は拡大し、5月7日にプリゴジン氏はバフムートの 95% を制圧したと宣言したけど、その一方でワグネルに弾薬などの物資が十分に届けられていないとしてプリゴジン氏はビデオを通じて、ロシアのショイグ国防相とゲラシモフ参謀総長に対して、ワグネル戦闘部隊に弾薬を届けなければ撤退すると脅しをかけながらののしっていたよ。結果的に戦勝記念日までに、ワグネルを含むロシア側はバフムート市街地の完全占領を果たすことができず、10日にはウクライナ陸軍第3強襲旅団がロシア軍第72自動小銃旅団を退却させたことを発表するなど、むしろロシア側が劣勢に陥り、プリゴジン氏もロシア正規軍が逃走したと指摘し、ワグネル部隊の側面がガラ空きとなり危険にさらされているとして、正規軍の集隊を非難したぜ。その後プリゴジン氏はワグネル戦闘部隊を結局5月中にはバフムートから撤退させ、ロシア正規軍に引き継いだんだけど、その際にロシア正規軍が撤退を妨害したとして、プリゴジン氏は部隊を率いてモスクワに進軍する武装反乱を起こしているんだ。しかし、ベラルーシのルカシェンコ大統領の説得などによりベラルーシに亡命したとされ、ワグネル戦闘部隊はロシア正規軍に取り込まれる見込みとなり、現在のバフムートはロシア正規軍が守っているもののウクライナ軍に押されているのが最近の戦況と見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。